浜松市北区で起きた大雨による土砂崩れで倒壊した住宅の中から35歳の男性が見つかり死亡が確認されました。記録的な大雨となった県内では浜松市北区稲佐町渋川で土砂崩れが発生し、水野正明さん35歳が住宅とともに巻き込まれました。現場からは昨夜遅く一人の遺体が見つかり、巻き込まれた水野さんであると確認されました。水野さんは木造平屋建ての住宅の中で見つかりました。また磐田市追平では74歳の男性と連絡が取れず、川に流された可能性があるということです。およそ20キロ離れた海岸では今朝特徴が似た遺体が見つかり、警察が関連を調べています。